富士山と一緒に日本の松原が世界遺産に登録されました。ここを、アピールして外国の方々、また日本の観光に来られる方々にぜひこの三保松原を見ていただきたい、帰りに思っております。以上です。私はこの三保ととても縁が深くって、羽衣の舞っていう舞を見に、神社の舞を30年間もやってきました。また今はこうしてシニアクラブで一緒に清掃にできるってことはとても嬉しいです。私も、オリンピックがもう本当に4年迫ったということで、早くから息子がですね、私の K の車のナンバーをオリンピックマークにしてくれまして、胸がドキドキしています。今日は、天女が降りたという羽衣松を皆さんと一緒にきれいにして、海外のお客さんをしっかりおもてなししたいと思ってやっております。